イエーイ、みんな見てる？ハローエブリワン、ゆかり先生ですよ。今日も京都で KNB 研究部の活動をやっていきましょう。え、いつものあれがやりたい。しょうがないですね。星狩りですね。じゃあ行きますよ。せーの。イエス、ビューティフル。うるせえ。さっきから一人で何しとんねん。わお、ヘロー、アカリンヌ。誰がアカリンヌだ、やめろ。てか、さっきからなんでちょくちょく英語挟んでくねん。研究部の顧問と言ったら、世界共通語の英語で話すものでしょ。そのイメージがなんかすごいバカ。ね、今日は一体何するんや。前の動画で次回予告した、おばあちゃんが竹槍振り回すゲームでもするんか。いえ、私もそれをやりたいとは思ったんですが、こんな人が編集をやりたからなくてですね。エイペックスたのき。おい、誰かあいつしばき倒せ。なので、箸休み会ということで、研究部らしく、いろんなゲームを紹介していこうかと思うんです。おお、ええー、な、面白そうやん。ちゃんと今回紹介するゲームのテーマも考えてきてるんです。やるやん、今日は先生優秀やな。アイムコット。うるせえ、早く進めろ。では、今回のテーマを発表していきましょうかね。よろしく。今回のテーマは、ドキ、水着だらけの水泳大会、ポロリはないよ、です。お、なんか違う気がする。てか、水着だらけって普通の水泳大会じゃねえか。なんなんだ。ああ、すみません。間違って水泳部が文化祭の出し物用に作ってたテロップを出してしまいました。何してんだ、水泳部。てか、その出し物絶対普通に泳ぐだけだろうが。えー、ペロ？ちょっと古いし、うぜえ。さて、今回ご紹介するゲームのテーマはこれです。君だよ君、画面の向こうの君だよ。プレイヤーに話しかけてくるメタゲーム特集。ほう、ええー、着眼点やな。ちょっと面白そうや。アイムコット、いちいちうるせえな。では、これからいろいろなゲームをご紹介していこうかと思うんですが、ここで画面の向こうの皆さんに注意事項です。これから紹介するゲームはショッキングな内容やホラー要素が入ったものもあります。そういった内容が苦手な方は決して無理はしないようにしましょう。そう、なんか確かにそういった内容が苦手な人もたくさんおるもんな。みんな絶対無理したらあかんで。もちろん皆さんに負担がかからないよう、先生が面白く楽しく愉快に実況していきますので、そこはご安心ください。お、今日は先生頼もしいな。アイムゴッド、もうええわ。あとは、紹介するゲームの軽いネタバレも含まれてますのでご注意を。ネタバレが嫌な人は、この動画ではなく、他のゆかり先生動画の視聴をお勧めしますよ。宣伝やめろや。じゃあ、早速ゲームの紹介に入っていきましょうかね。よろしく。ではでは。うんうん。カウントダウン！お前それダメなやつじゃねえか、やめ。最初に紹介するゲームはこちら、ドキドキ文芸部です。なんやそら、美少女系のアドベンチャーゲームか？そうですね。そして、開発者は日本人ではなく、アメリカの方ですね。おお、海外産の美少女ゲームか。おもろいな。とりあえずタイトルをアメリカっぽく修正しておきましょうか。なんかゴリラ出てきそうなタイトルになってるからやめろや。こちら一見、普通の美少女系ゲームかと思いきや、その内容には、様々なトリックが隠されています。トリック？はい。このゲームは、プレイヤーとゲームの垣根を壊すことに、重きを置いて作られているんです。どういう意味や？そうですね。例を言うと、ランダムで文字化け、ブラウザクラッシュを思わせるような演出が入ります。こわ。そしてセーブデータをいじられます。こわ。さらに私の顔が画面いっぱいに急に出てくんじゃねえよ、どけ。こんな感じでプレイヤーの権限で操作すべき箇所でも随所にゲーム側からのアクションがあるんです。へ、斬新なゲームを考えたもんやな。ストーリー的にはどんな感じなん？主人公はゲームやアニメが大好きな男子高校生、幼馴染のさよりから文芸部に誘われ、主人公が文芸部に入部するところからストーリーは始まっていきます。文芸部でみんなとコミュニケーションを取りつつ日々を過ごす主人公。しかし文化祭の準備を進めていく中、幼馴染さよりの状態が不安定になってきます。おお、不穏や。そして文化祭当日、幼馴染さよりは自殺をしてしまいます。マジか。そこでゲームの1周目が終了。以前のセーブデータは全削除され、強制的に2周目へ突入せざるを得なくなります。このように PC 内のデータをいじられたりとあることから、ゲーム内のキャラがプレイヤーへ干渉してくるなど、なかなかに斬新なゲームに仕上がっております。ちょっと怖いけどちょっと興味はそそられるな。この斬新なゲーム DKTK 文芸部、なんと今なら無料でプレイ可能だよ。興味のある方は要チェックや。お前は何なんだ。てか DKDK はやめろっつってんだろ。お次はちょっとジョーク系のやつ言っときましょうか。せやな。よろしく。お次は動物の森です。おお、こらまた有名どころが出てきたな。動物の森とは架空の世界で気ままに暮らすことができるゲームで、プレイヤーはゲームの中の村に住んで近所の人と話をしたり買い物をしたり手紙を書いたり好きなことができるというゲームです。シリーズもたくさん出てる人気タイトルやな。でもこんな有名のゲームにどんなメタ要素があるんや？その鍵となるのはこやつです。お前いつの間にこんなビッグタイトルに出演してたんや。おっと失礼、こちらが私の宣材写真でした。なんなのよ。本名はとっちお、このモグラは確か。そうです、リセットさんです。このリセットさん、セーブをせずにリセットすると次回プレイ時に現れお説教をし始めるというなんとも面白いキャラなのです。へえ、そうなんや。実際の説教シーンをご覧ください。
ちなみに押し間違い、電池切れ太郎と説教されます。まあゲーム側からしたら、意図的か否かなんて判別できないもんな。シリーズの中でも、屈指の愛されキャラ、リセットさん、その姿を見てみたい方は、ぜひ、動物の森をプレイしてみてくださいね。ラストに紹介するのは、こちらのゲーム、君と彼女と彼女の恋、通称、トトロ、ひでえよなんでだよ、通称、トトのな。あれ、あかりちゃん知ってるんですか？ああ、一時期 SNS とかで、結構話題になってから、触りだけ知っとるで、結構こっちもショッキング系やな。イエス、ビューティフル？その分声のトーンにバリエーションあるタイプなんやな。まずは、このゲームの概要から解説していきましょう。よろしく。ベースは、美少女系の大人のアドベンチャーゲームですね。純愛をテーマにした学園ものという大きなネタ振りがありつつ、蓋を開けてみると、そこにはかなり独創的なギミックが含まれた斬新なゲームが出来上がっておりました。メインヒロインは二人、みゆきちゃん、あおいちゃん。君キャバいいね。うるせえ、早く進めろ。このゲーム、一周目はみゆきルートに固定されていて、二周目からあおいルートが解禁されます。普通のプレイヤーなら、二周目は一周目で攻略したみゆきではなく、解禁されたあおいルートを攻略していきますよね。まあ、普通そうやな。ところがどっこいきっちょんちょん。お前いつもギャグが古いんだよ。それがトラップです。はい。2周目で青いルートに入った方たちはこうなります。ここから先なるべくリアルなゲームの雰囲気をお伝えするために、 BGM や SE なしで問題のシーンをご紹介するよ。ショッキングな内容が含まれているので、苦手な方はご注意ください。裏切り者だもの、当然でしょ。私はね、あなたに言ってるんじゃないわ。君に言ってるんだよ。最初のルートで私に永遠の愛を誓った君に。新一じゃ絶対に選べなかった選択肢を選んだ君に。ねえ、君は覚えてるでしょ？演劇が終わった後、こぼれ落ちそうな満天の星のもと、永遠の愛を誓ったあのキス。君はね、ずっとずっと永遠に、私のルートに入る選択肢だけを選んでいればよかったの。それが、永遠の愛を誓った君の務めでしょ？私がどれだけ青いルートを阻止しようとしたか、君ならわかるわよね。なのにどうして私の気持ちに応えてくれないの？言ってよ！ねえ、私が誰より好きだって！それは、あなたの答えよね。君は、そうは思ってない。どうせデータをロードし直して、またやり直せばいいとか思ってるんでしょ？君は、私を、裏切った。これから、たっぷり、復讐してあげる。バイバイ。大丈夫。またやり直せばいいんだから。バグは、潰しちゃいましょ。めっちゃ怖いんですけど、かなり恐ろしい演出ですよね。これで緩和しましょうか。やめろやめろ。このゲーム、その他にもいろいろ斬新な展開をしています。そうなんか。その一例ですが、このゲームの発売日前日、CG、イベントが、全解禁になる情報が、公式によって発表されました。いわゆるチートコードです。はい。しかもこのチートコード、製品版だけでなく、体験版にも有効であるという衝撃の事実。マジか。つまり、このゲームの CG だけが見たい方は、体験版ダウンロードしてチートコード入れれば、OK という仕様なのです。おい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 、なんでそんなことしたんや。その理由はこちらです。なんやこれ。このゲームには、崩壊モードという状態があります。チートコードを入力した場合のみこの状態に遷移し、以降ゲームを正常にプレイできません。つまり、CG 解禁を目的にせず、純粋にストーリーを楽しんでくれる人のみにプレイしてほしいという、企業側の古い落としです。すげえな、おい。いろいろ賛否両論のある展開ではありましたが、そのインパクトは、凄まじいものがあったようです。まあそりゃそうやろな。まだまだこのゲームには、隠された要素がたくさんあります。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。イエーイ、みんなどうでした？先生頑張りました。褒めてください。ここぞとばかりに話しかけとるな。でも、なかなか斬新な切り口で面白かったわ。あさまる水産よいちょまる。それがなければ満点や。今後も、テーマ
が思いつけばやっていきましょうかね。せやな、皆さんのご意見も随時募集中です。ゆかり先生にやってほしいゲーム、相談したいこと、リサーチしてほしいゲームのテーマなどなど何かありましたら、 Twitter、インスタ、YouTube のコメント欄からどしどしご意見ください。待っとるで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。